平方たバイパス国道168号の終点付近、大阪府平方市天の川交差点平方たバイパスは、京都府京都市伏見区大手筋から、大阪府平方市北中ぶりを結ぶ、国道1号のバイパスとして建設された道路である。1958年6月より、着工、1966年3月に、全線開通。十一世紀に入り、そのバイパスである、 第二京阪道路の共用が開始されたため、バイパス道路としての役割を譲りつつある。また、平方バイパスの内京都付域の区間を、組山バイパスと呼ぶこともあった。1957年10月末、建設省から、淀川堤防を上を走る一級国道1号線の、交通量緩和と淀川堤防の保護のため、平方と八幡町の間を付け替えると発表された。 その発表によると、1958年から実地調査にかかり、1961年度には完成させるというものだった。ルートは、平方市出口付近から菊川岡を経て、平方市中央部を縦断し、不さのホラガ峠からは、八幡町を北上して五歳わ橋南しめに接続する計画であった。この計画は、周辺自治体に大きな影響を与えた。 平方市では、開通を見越して、予算2250万円を計上し、市道の延長に着手し、不営住宅、市営住宅の計画を進めることになった。八幡田町も1957年9月に策定した10カ年計画を練り直し、新町建設基本計画を策定した。百六十一年一月、平方市内はすでに着工して百六十五年の、 完成を目指していたが、八幡町通貨コースに対して建設省から、三行橋分岐コースを改め、八幡町川口地区から木津川を渡り、久美山町の西部をかすめて、伏見区の大手筋交差点に至る案が決定され、測量にかかる準備が行われていた。ところが1962年度から始まる、新道路整備後可燃計画に対して、京都府総合開発審議会から、 南山城開発のためには、八幡町内の予定路線を東に振り、組山町を通過して、大手筋で接続するのが望ましいと、東コース案が進言され、現在のルートとなった。西コースよりも東に、約1キロよる、東コースのメリットは、連絡路線との接続が良くなること、木津川の横断路としても、三雪橋と田辺町で建設中の山城大橋との関係上、 東による方が理想的であることが挙げられている。二度のルート変更が行われたが、1966年3月、平方バイパスは全線開通した。開通した平方バイパスは全長 20km 余りで、信号の数が少なく直線部分が多いことから、スピード違反や無理な追い越しが多発した。そのため3月10日の開通以来、4月16日までの1ヶ月、 あまりで、事故件数51件、死者4人、重軽傷者52人に上った。開通前に建設省は、通行量から考えて、事故防止のため中央線の幅を太くして、ゴム製ポールを設置したり、路肩に夜行塗料付きの路肩境界標識を設置するなど、事故防止設備は万全としていた。しかし、大型車には役に立たなかった。特に、京都府域では、 警察署が対応できず、取り締まりは手薄であった。対策として信号機の増設などが行われたが、それでも、なお事故は多く、1972年1年間で274件の事故が発生した。1973年には事故防止のため、3カ年計画で事業費約50億円を要し、平方バイパスの一部区間を回収する計画が立てられた。 回収内容は道路の拡幅で2メートルの中央分離帯と両側に3.25メートルの歩道、歩道と車道の間に1.25メートルの緩急車道を設置するというものであった。2005年度平日24時間交通量全線全幅16.0メートル以上4車線で線形は極めて良好である。沿線は様々な業種が進出し活況を呈している。 自動車販売店、飲食店、物販店、娯楽施設が多い。地の利を生かして、平方市には、中小企業団地、平方家具団地の産業集積が構成されている。古くから、近郊農業が盛んで、近年事業所の進出が激しい八幡田市、美山町にとってもこの道路は不可欠の存在である。また、淀川砂岸で、京阪間をつなぐ、幹線道路は、 平方バイパスと第二京阪道路だけであり、一日を通して混み合っている。淀川右岸を並走する国道171号とは異なり、大半の交差点に右折レーンが設置されているが、交通量が増加する平方市内においても主要な交差点が立体交差となっていない。特に天の川から、千の北付近の渋滞は日常的に発生しており深刻な状況である。 天の川の渋滞は、佐久渋滞である。第2京半道路の全線開通後は、ピーク時の平均旅行速度が向上し、渋滞が緩和された。歩道はほとんど整備されているものの、大型自動車の通行量が極めて多いため、歩行者はあまり見かけない。久美山町から南の区間には、ガソリンスタンドが多く、 1980年代後期から1990年代後半までは、熾烈な価格競争が発生したが、近年は人生化している。また最近になってからは、近畿の他の地区と比べ、比較的ガソリン価格を安く設定している店が多くなってきた。交通の要所ということで、警察の交通取り締まりが重点的に行われている。覆面パトカーによるパトロールがされている。 また、八幡には八万検問所が設置されている。ループコイル式オービス等の自動速度取り締まり機も設置されている。真、ま、った中ぶりでは白バイが待機していることが多い。この区間には、京都府と大阪府の境であるホラガ峠という小高い峠がある。ありがとうございます。